7回の阪急福本のバッターボックスをご覧いただきましょう。さあ、そしてバッターボックスに今年20年目ベテランの福本が入りました。回は7回の裏、阪急ブレーブスの攻撃であります。ワンアウトでランナーが一塁、バッターボックスに途中から出ている福本、打ちました。これは右中間、伸びている、破りました。これはツーベースコースか。どうだ、福本が今セカンドに達します。福本ついにやりました、448本目の二塁打。20年目にしてあの山内に並びました福本がプロ野球タイ記録を達成であります。